グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。ガンプラを作る権利を得るために機動戦士ガンダムを完全初見で見ていこう。最終回、うわーうわー、最終回来たー。どうも皆さん、すぐはです。ということで、今回最終回なんで、せっかくなんでメインのチャンネルにもこの動画あげようと思いました。メインの皆さん、メインで見てくれてる皆さん、こんにちは、こんばんは、すぐわです。まあとにかくですね、再生数が少ないということもあって、まあ最終回だし、ちょっとメインの方でも一応ね、こんなことやってましたよっていうのをお伝えして、まああんま、多分あんま意味ないかなと思うんですけど、だってメインの動画でもガンダム見てますんでって言ってても伸びないですからね。でもまあ一応ちょっとこっちにも上げてみようかなと思いました。それでは、最終回ですけれども、よろしくお願いします。見てみてください。もし面白いと思ったらですね、僕のサブチャンの方に行ってもらって、見ていただきたいなというふうに思います。では、最終回、どうぞ。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム。お、発射されたとこからだ。熱源体か？ん？何？デギン校のようで。うん。これで和平が。デギン校！何か？あ！え？そっちか。なんだあの光よ。デビル艦隊の主力部隊のいるところよ。全滅じゃないけど、全滅じゃないけど。宇宙要塞アッバオアク。宇宙要塞アッバオアク。そうですか。和平は交渉にすら入れませんでした。ゲルドルバ照準で発射されました。グレートデギンの識別信号がゲルドルバの戦場で確認されたのですが、どうも。グレートデギンが。はい。しかも敵艦隊の主力と全くの同一地点であります。グレートデギンの出撃の報告はあったのか。いえ。わかった。うん。敵の残存兵力の監視を、おそらく半分沈んだとは思え。はい。グレートデギンが。妙な。妙な。ああ、もう大混乱だわ。随分傷ついてるのがあるわ。ブラウゴ。はい。ルガルは何と言う。ホワイトベースを起点に主力艦隊の集結をさせているから、動くなということです。いや、それ以外のことは何。何も。だいぶ混乱しているようです。そうだね。ホワイトベース各員に告げる。第二戦闘配置のまま待機しろ。ソーラシステムを使ったらしいな。ソーラシステム。ソロモンの時連邦が使ったやつだ。ああ。パワーが段違いだけどね。ホワイトベース、暗号コードベータとは？了解。我が重要なるジオン軍兵士たちよ。今や地球連邦軍艦隊の半数が我がソーラレイによって宇宙に消えた。この輝きこそ我らジオンの正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、カスであると。はあ、カスである。それら軟弱の集団がこのアッバオアクを抜くことはできないと私は断言する。人類は我ら選ばれた有料種たるジオン国国民に管理運営されて、初めて永久に生き延びることができる。これ以上戦い続けては人類そのものの危機である。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそ人類は明日の未来に向かって立たねばならぬ時であると。ジークジオン、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 
ジークジオン、ジークジオン、ジークジオン。第2大隊と第3大隊が N ポイントから進行します。我々はルザルを機関として残存艦艇をまとめて S ポイントから進みます。いかにも戦力不足ね。こちらもソーラーシステムを使えればな。でも大丈夫だと思います。おアバオアクーの狙いどころは確かに十字砲火の一番来るところですけど、一番脆いところだと言えます。作戦は成功します。ニュータイプの艦か。はい、時間合わせ、はい、どうぞ。もう完全にニュータイプってことを受け入れたのね。3、2、1、0、作戦スタートです。よし、総員第一戦闘配置だ。10分後に F ラインを突破するぞ。フラボ、どんなことがあっても諦めちゃいけないよ。こんなことで死んじゃつまらないからね。ありがとうアムロ、諦めないわ絶対に。さすがフラボーだ。じゃあまた後でね。アムロも無茶ダメよ。あ、すぐ降りる。あ、おや、なんだい、愛の告白ですか。俺たちは E ブロックに大事だ。みんな頑張ってね。アヤトはお姉ちゃんとこに引っかかってる。そりゃ結構ねへへへへへ。いいじゃないですか。そうだけど、頑張ってね、信じてんだから。いや、アムロ、さっきお前の言ったこと本当かよ。なんだっけ。嘘ですよ。ニュータイプになって未来のことが分かれば苦労しません。アムロにああでも言ってもらわなければ、みんな逃げ出しているわ怖くてね。そうね、そりゃそうだな。逆立ちしたって人間は神様にはなれないからな。敵はビーム拡散膜を張りつつ、ミサイルで対抗しろ。モビルスーツ隊はまだ動かすな。クーボドロスは予定通りだ。もう少し待て。 S フィールドの艦艇の半分を N フィールドへ回せ。連邦め、主力隊がなくなったにしてはよくやる。 E フィールドよりクワジン侵入、キシレア少将のものと思われます。およし、 N フィールドへ回せ。はしかし妙だな、キシリアが出撃させてきた艦の数が合わん。何かやってますな。新型のゲルググタイプは全て出動しているようで、私が使えるのは残っていないでしょう。ジオングを使ってみるか。 80% しか完成していないようだが。ジオング、エルメスを開発した時にだ。あのサイコミを部分的に取り入れたモビルスーツだ。サイコミを、お前なら使いこなせよ。ではブラウブロ的な要素を持つ。ブラウブロ的、あれは出動していまい。やってみせ。私はギレのところに行く。はいはい。80% か。ニュータイプ相手に 80% の能力の兵器で戦うのは大変だね。どう。わあ、いっぱいいる。いけいけー。ああ、こっちは2001年型。マゼロンタイプ撃沈。敵のモビルスーツ部隊が発進したようです。うん。さて、ドロスうまくやれよ。キシリア様が戻られました。遅かったな。申し訳ありません。エルメスが沈んだそうだな。はい。ガンダム一気に手こずるものだな。ジオングを使います。未完成品をか。少しでもニュータイプと思えるものをぶつける以外。ガンダムは倒せません。またシャーか。ドロス、突出します。こだわりすぎるな。
グレートデギン、どこに配備されたのです？ズムシティですか？おっとっと、沈んだよ、先行しすぎてな。お前がやったんだろう。デギン候補から調達なさったので。歯がゆいな、キシリア。父がグレートデギンを手放すと思うのか？思いません。では、そういうことだ。こいつやったなっていう顔してた。こんな BGM 今まであったっけ？さっきの説明でわかるが、サイコミューな。私に使えるか？大佐のニュータイプの能力は未知数です。保証できるわけありません。大佐もニュータイプなの？気に入らんな。どうもどうも。気休めかもしれませんが、大佐ならうまくやれますよ。ありがとう、信じよう。あ、これですか。攻めるにしてはやはり数が少なすぎたようだな。ドロスめ、よく支えてくれる。 N フィールドの全艦隊を前進させ。新しい艦隊だと？ん？連邦軍の艦。ん？何？それは確かなのか？ N フィールド占領です。計測します。連邦もよくやります。そうかい。所詮は生き残り部隊の最後の悪あがきだろう。でしょうね。シャーターさんのジオングはどうなってるか？何か？ジオングはどうか？行けます。ならば S フィールド上に新たな敵艦隊が発見された。第34モビルスーツ隊とともにこれを。はっ。 S フィールドに侵入する敵を撃滅します。はっ。連邦の戦力もこれまでだな。S フィールドとてこのくらいの戦力なら支えられるな。はい。ん？ん？父殺しの男。父殺しの男がどうなるん？この兄弟喧嘩は。あ、あ、どこだどこだ。私に明確なニュータイプの素養があるかどうか。死ねえ。おお。おっと。ガンダムのことですか？ん？お！ん？あれか、モビルスーツ隊。やはりお前もニュータイプだったのか。おお、来た。ゾー。やつめ。大物だ。シャーカ。あ、ピカン。後ろからなんだ。
ちょっと。シャア以上のニュータイプみたいだ。しかし。シャア以上のニュータイプみたい？しかし、今はアーバーオアクーに取り付くのが先だ。本当の敵はあの中にいる。シャアじゃない。おお。成長したな。エルフィールドはドロスの体で支えきれそうだ。結構なことで。ん？は？グレート殺す？父が乗っていた。うん。その上で連邦軍と共に。なぜです？うん。やむを得んだろう。タイミングずれの和平工作が何になるか。死なすことはありませんでしたな。総帥。ああどうなる？冗談はよせ。キシリアがやられるか逆に。飛んでった。ああ跳ね返ってきた。おお。キラ総帥じゃないのか？死体を片付け。どうなるん？え？父殺しの罪はたとえ総帥であっても免れることはできない。はい。意義のあるものはこの戦い終了後法廷に申し立て。はい。おお、ここに来てこんなどうするよ。ギレン総帥は名誉の戦死をされた。ドロス艦隊が破られたぞ。キリア艦か、ご大敗。まあそうするしかないわな。アーバーワクーの指揮は私が取る。はい。Nフィールドへモビルスーツ隊を。Sフィールドはどうなっとるか。25隻中10隻撃沈しましたが、ドキ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 する。シャアのジオン号全面に押し立てさせ。Sフィールドにモビルスーツ隊を集中させ。ずれた。さすが新型。どう、もう。ブラウゴ、セーラの G ファイターにホワイトベースから離れないように伝えろ。了解。ミライ、さっき一時的に敵の防御力は弱くなったな。おお。そうね。よくお気づきで。なんか妙だった。はい。指揮官が交代したんです。向こうもうまくいってないよね。らしいな。向こうのうまくいってなさ具合はもう。とんでもないことだよ。白旗あげた方がいいぐらいの。おっ、おっちゃっと。どう。ああ。出たな。情けない。ガンダムを見失うとは。どこだやつは。見つけられませんか。似たようなのいっぱいできちゃったからね。ピョン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 。やりますな。Nフィールドもモビルスーツが取り付いたようです。気がかりだな。Sフィールドはどうなのだ。ガンダムらしいモビルスーツが結露を開いて。シャアのジオングは敵に阻まれてガンダムに近づけぬようです。いきなりジオングだからな。取り付いた。シャカ来たか。こちらを見つけたな。めっかった。見えるぞ。私にも敵が見える。ああ、シャアも覚醒しだしたね。しかし、ゲルググッドムの動きが目立たないのはどういうわけだ、トワニン。ガクト動員のパイロットが多いようですから。ガクト動員パイロット。しかし、要請は万全でありました。そうか、ジオンも大変だな。戦火だけが問題なのでな。もろすぎるようだ。申し訳ありません。
しかし彼らの忠告の志は総帥がニュータイプにもっと早くお気づきであればな。敵を引き込め、アバオア空でしらみつぶしにしろ。残った敵の数決して多くはない。やるしかないのか。いっか。 なぜ出てくる。なっざなっざ。おお、指から。ザー。避けたのか。ああ、サーモンもうニュータイプ。おお、おお、おお。またか。シャアは激しい焦りを感じ始めていた。はあ。ニュータイプ用に開発されたこのジオングのパワーを最大限に発揮できぬ自分に。あのガンダムのパイロットは今確実に自分を追い込んでいる。ああ、しかし私もニュータイプのはずだ。しゃあ、え、まさか終わり？終わった。マジで終わり？あ、そう、終局である。シャアとアムロが生身で対決するなど、すでに戦争ではない。はあ、ニュータイプに課せられた宿命なのだろう。はあ、ホワイトベースをア・バオア空の赤い炎が包んでいく。はあ、機動戦士ガンダム。はあ、次回も、はあ、脱出。はあ、脱出。君は生き延びることができるか。次回最終回か。ああ。42は早かった。もう終わってしまった。では最後を楽しもう。ああ、ついに最終話。この歌を歌うのも最後かな。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム。赤い彗星も地に落ちたもの。そんなこと言わないで。エルフィールドオートなし。エスフィールドオートなし。何？ミサイルか？ダブルフィールド24ブロックに弾丸を送る。スネーク、スネーク。しかし、ガンダムのパイロットがニュータイプとして異常発達したものならば、やむを得ぬというところか。そうだな。は、まあ、うん。私の脱出15分後にここを降伏させるがいい。しかし。グラナダの戦力と本国の戦力が残っているうちにな。しかし、今となっては脱出こそ至難の技かと。私が生き延びればジオンは失われる。降伏後、私の身柄を捕虜交換の檻に引き上げよう。は、船の用意を。直ちに。降伏しますか。まるでアリじゃねえか、あっちこっちと。敵の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカライフルで立ち向かえ。まあ、キシリア様、最後の生き残りだよね。ザリ家の。捕まったら多分、死刑だっていうことで、生き残りたいってことだよね。本当の倒すべき相手がザビ家だということ。そう、シャアは分かってるんだよ。ああ。シャ、いるな。おお、出てきた。おいおい、ガンダム、一人で歩けんの？おお、え、どうやって動か、え、どういうこと？おお、遠隔操作だったら、本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。本当の敵？ザビ家の棟梁が。わかるんだ。その力、ラナーが与えてくれたかもしれん。はあ、ありがたく思うのだな。貴様がラナーを戦いに引き込んだ。それが許せんというのは間違いにも。それがお前の戦争がなければ
ノーマルスーツだったのか。ニュータイプへの目覚めはなかった。はあ。それは理屈だ。しかし、正しいものの見方だ。それ以上近づくと撃つぞ。今君のようなニュータイプは危険すぎる。私は君を殺す。うぶぅ。うびぅ、びぅ。うん。おう。ああ、足やられた。おお。早く平線かよ。みんな。もう大変なことになってるよ。あ、セイラもニュータイプなの？これはどういうこと？アムロが…わかるか？ここに誘い込んだわけよ。ニュータイプでも体を使うことは普通の人と同じだと思ったからだ。そう、体を使う技はニュータイプといえども訓練をしなければ。そんな理屈！やめなさい。アムロが新たな元凶になっちゃうかもとか、そういうことかな。おっつぁっなぁいたたたたあララあれ？ん？折れたのがそのまま刺さってるでしょ。やめてください。アムロに恨みがあるわけではないでしょう。しかし敵にするわけにはいかん相手であれば倒せるときに。兄さんの敵はザビケではなかったの？ザビケ打倒なぞもうついでのことなのだ。アルテイシア、ジオン亡き後はニュータイプの時代だ。アムロ君がこの私の言うことがわかるのなら私の同志になれ。あだセイラだ。ああ大丈夫だった。ヘルメットがなければ即死だった。おおちょっと、ああしかもガンダムいない。ガンダムが出てきてない。ガンダムがもう壊れちゃったからかな。ああ、シャオ、うん、ああ、いたったったった。痛いねー。くーよっ、たった。あ、応急手当て。脱出されるので、ご縁にと思いましたが、残念です。大差なら。
安心しろ。貴様に代わって閣下は必ずお守りして。別に火傷の跡とかないよね。ありがとうございます。噂の火傷はございませんな。そうですね。ここもだいぶ空気が薄くなってきた。アルテーシアは脱出しろ。兄さんはどうするのです？ザビ家の人間はやはり許せぬと分かった。そのケリはつける。兄さん、お前ももう大人だろう。戦争も忘れろ。いい女になるのだな。アムロ君が呼んでいる。アムロ、はあ、キシリア閣下は出航されるところであります。よく接近中、急速発進。座れん者は床に伏せさせろ。10、9。ガルマ、私の手向けだ。姉上と仲良く暮らすがいい。シャーカ、あどうどう、あああああ、さあどうなった？巻き添えになってない？おお、ああ、これはアムロだった。あれはセイラ。みんなのところになんか行けない。行ったって生き延びたって兄さんが。大丈夫だよ。うわっ、うわ危ないと。ここまでか。諦めるなって言ったろ。まだ助かる。あー違う、これガンダムか。あ、ダダダダ、おっと、そうです。そして 500m 行ったら左へ90度曲がってください。 500m 行って、あっ、第16ハッチは封鎖だ。はい。アムロだ。え、みんななんかニュータイプになってきてる。対艦命令を出さないと全滅する。アムロ、僕の好きなフラー、次に銃撃が止んだら一気に走り抜けられるよ。アムロなのね。どこにいるの？ランチのところへ行くんだ。いいね。私が食堂ってこと？いいわね。すいません。今だ。ホワイトベース。おっと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 。あ、ちょうどよかった。セイラ。ああ、よかったよかった。沈むっていう表現いいね。宇宙なのに。アムロが呼んでくれなければ我々はあの炎の中に焼かれていた。アムロはどうなった？
来の方が聞こえるんじゃないの。ジオンの忘れがたみのセーラの方が我々よりよほどニュータイプに近いはずだ。探してくれアムロ。でもどうやって。わからないわ。アムロだけいないんだ。わからないかって。そんなこと言ったって。そうだよね。さっきアムロ兄ちゃんの声聞こえたの。うん、私がホワイトベースにたどり着くまではあれほどに。アムロ、カーンってな来ないの。さあ、ちょい右。さあ、右。はい、そこでまっすぐ。聞こえてんの？どうしたの、3人とも。さあ、そっちこっち、こっち。大丈夫だよ。すぐそっちなんだから。アムロ、わかるの？どこ？おお、来た。あー、よかった。あー、みんなは？みんないるよ、とりあえずは。あ、ここですよ。うん、こんな嬉しいことはない。分かってくれるよね、ララ。ララにはいつでも会いに行けるから。宇宙世紀0080、はあ、この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。まあそうだろうな。てかジオンは誰がトップになったんだろう。シャアは？ああ、終わった。ああ、そうですか。ああ。中田に輝く星は、アムロ。いや、面白かったよ。いやー面白かった。そうか。アムロー、振り向くなアムロー。男は涙を見せぬもの、見せぬもの。ただ明日へと、明日へと、永遠に。うわあ、終わった。いや、ありがとうございました。終わりました。ああ、アムロはまだ死ぬべき時じゃなかったんだね。ああ、いや、面白かったよ。本当に面白かった。終わりが、なんか映画、昔の映画っぽい感じで、こう、さって終わる感じが、また良かったね。終わりました、ガンダムが。これでガンプラを作る権利を得たということになるかもしれません。ありがとうございました。それではスグワさんにお返しします。それでは現場のスグワさん。ということで、機動戦士ガンダム最終回でした。終わりました。いやー面白かったですね。あのシャアが言ってたニュータイプが危険だっていうお話、あれが一体どういう意味だったのかっていうのが、まあ、いまいちよく分かってないんですけど、まあ、多分この思想の違う者同士の間にニュータイプが各々存在している
っていうことがあったわけですね。ジオンのところには、まあ、シャアがいたりとか、ララーがいたりとか。で、なんちゃら機関っていうところにララーはいたわけで、そこは多分ニュータイプを育てるというか、覚醒させるというか、そういった機関だと思うんですけど。で、多分ジオンは、ニュータイプっていうものを自分たちだけが独占しているんだというふうに思っていたんじゃないかと。いうふうに思うんですよね。ただ、まあ途中でアムロがニュータイプだということにシャアが気づいて、敵側にもニュータイプがいるんだと。これは大変なことになったぞとなったわけですね。おそらくこのニュータイプ同士というか、地球とジオンとどっちにもニュータイプがいると、そのニュータイプ同士の戦いっていうのは、これまでの常識とは全くかけ離れたとんでもない戦いになっちゃうっていうのが、のかなっていう感じですね。でそれを危惧して、シャアは大変なことになったぞと、向こうのパイロットもニュータイプだ、これはもうえらいこっちゃみたいな、そんな感じになったのかなと思いますね。だからシャアはもともとはザビ家憎しで、ジオンに入っていったわけですけれども、もう今となってはこのニュータイプ同士の戦い、まあアムロ VS ララ対あ違うアムロ VS ララとかシャとかね、そういった戦いに比べればザビ家憎しなんてもうどうでもいいことぐらいな、そういう感じになったのかなーっていう感じですね。だから最低でもアムロだけは地球連邦軍側のニュータイプだけはやっつけとかないと、殺しておかないと人類全部が全滅してしまう可能性があるみたいな、そういったことだったのかなーというふうに思いますね。だからアムロが自分が殺せないとか死にたくないというのであれば私の同志になれという感じのことを言っていましたよね。多分これ核兵器に例えられるんじゃないかと思うんですけど、アムロとかララとかのあのニュータイプっていうのは核兵器みたいなものなのかなと。でまあ核兵器って一国だけが持ってれば別に問題ないわけですね。その一国が撃たなきゃいいわけですから。でも、まあアメリカも持ってて、ロシアも持ってて、中国も持っててって、いろんな国が各々核兵器を持っていると、万が一それが暴発した場合大変なことになるぞと。人類が滅亡してしまうと。それはダメだから。一番安全なのは核兵器を全部なくすこと。なくすのが無理だとしたら、核兵器を持っている物同士はチームになろうみたいなね。核兵器保有国を一国だけにするっていうことをしようみたいな。そういうふうにシャアは思っていたのかなという感じですね。アムロを同志になれっていうふうに誘ったっていうのはそういうことかなというふうに思ったりしますね。ただアムロはそれを拒否したわけですね。まあアムロがシャアのその考えを理解したかどうかもわかんないし、僕の考えが間違ってる可能性もあるんで、何とも言えないんですけど、アムロはそれを拒否したわけですね。で、最後アムロはホワイトベースに帰ったと。まあ、ララーの元に行くこともできたということですね。ララーの元に行くっていうのは、まあ、死んで別の世界に行くとかそういった意味ですよね。ニュータイプだから、普通の人の死とは違ってなんか、天国的なところが、現実的に分かりやすくあるみたいな、そういった感じなのかもしれないですけど、ただ、まあ、ホワイトベースにアムロは帰ったと。ごめんよ、ララーと。僕には帰る場所があるんだと言ってましたね。まあ、広い意味でホワイトベースはアムロの故郷、ふるさとということなんでしょうというふうに思いますね。やっぱ人間っていうのは最後はふるさとに帰りたいと思うものなんだということでしょうね。まあ、実際のふるさとではなくてね、心のふるさとというか、自分のこの同志たち、仲間たちの元に帰りたいと思うみたいなね。そういったところがあって、それをアムロは選択したみたいな、そんな感じかなーっていうふうに思いますね。まあ、この話、ガンダムは一つの戦争についてのお話だったわけで、こういう戦争がありました。そして、まあ、こうなりました。で終わっているんですけど、ただ、このやっぱアムロを通じて、心の成長というか、人の意識とか価値観ってこういうふうに変わっていくねとか、まあ敵には敵の正義があるとか、まあ、なんていうの、ジオン公国のザビ家の考えとしては先民思想みたいなものがあって、それは
まあどうかなとは思いますけど、まあ潜入思想があったのは主にギレンですけど、まあそこは間違っているのかもしれないと思いますけど、ただそのシャアが思っていた全人類を救うためにニュータイプは一ところにまとめておこうみたいな、その考えっていうのはまあ分からないでもないという感じもしますよね。まあ僕の考えがこの正しければね、まだ今見終わったとこなんでちょっと、あれですけど、この後にもね、ゼータガンダムとか、何ダブルゼータガンダムとか逆襲のシャアとかあるわけじゃないですか。それ繋がってるお話なんですよね。違うのかな。そうですよね。逆襲のシャアは最低でも繋がってますよね。シャアが出てくるわけだから。だからそのあたりでまた違う考えというか、そういったのが出てくるのかもしれませんけど、ただこの、まあガンダム、この一つのシリーズを見終えて、いや、やっぱ面白かったし、戦争はなぜ起きるのかとか、そういったことも描かれているし、ザビ家が全員同士討ちしてったっていうのもね、びっくりしたし。いやー、いろんなね、シャアとセーラーのあの事情とか、いろんなのがね、複雑に絡み合って、面白かったですね。という感じでした。一個前の動画でも言ったんですけど、ガンダムの新作の映画が公開されるということで、コロナで延期になるかどうかわからないんですけど、これはやっぱちょっと、ね、せっかくちょうどこの時期なんで、見たいなと思って、ているんですよね。これをこの動画を配信した時にはもう始まっているのかもしれないし、コロナで延期になっているのかもしれないし、ちょっとよくわかんないんですけど、で、まあこの映画を見るのにおそらく最低でも逆襲のシャアまでは見ておいた方がいいっぽい感じが、するんで、とりあえず大急ぎでゼータダブルゼータ逆襲のシャア、それで順番的には合ってますよね多分。ちょっと待って調べてみよう。あれ、なんていう映画なんだっけ、ガンダム映画。すいませんね。閃光のハサウェイか。閃光のハサウェイを見るにあたり何を見ておいた方がいいのか。ちょっとそれだけ。閃光のハサウェイ。なんて検索すれば出てくるかな。準備っていうとこ。あ、閃光のハサウェイの前に見ておこう。逆襲のシャアをとりあえず見ておきなさいとこの人は言ってる感じかな。あんまいっぱい文章をビャーって読んじゃうとね、ネタバレとかあって嫌なんで。でも逆襲のシャアの何年後みたいな話なんですよね確かね。だからそこまでは多分見ておいた方がいいんだと思いますけど、そんな感じで。ガンプラを作る権利を得るために、機動戦士ガンダムを完全初見で見ていこうシリーズ。今回が最終回ということになりました。最後までご視聴ありがとうございました。ガンダムがこれほど愛されている理由はなんとなくわかりました。まあ、ゼータ、ダブルゼータ、見たいと思います。それを動画にするのはないかな。閃光のハサウェイを見るために、大急ぎで見なきゃいけないんで、そうなるとこの動画にしている場合じゃないんでね。動画には多分しないと思いますけど、楽しんで見て、映画行きたいなというふうに思っております。ということで、このシリーズとっても楽しかったです。皆さんご視聴ありがとうございました。すぐはカルオのサブチャンネルの次回作にご期待ください。それでは、すぐは行きまーす。